大阪市立鶴橋小学校は、大阪府大阪市生野区にある公立小学校。明治時代初期の学生発布により、1875年に、当時の東成郡、木野村に開設された木の小学校、及び同群異界の村に開設された、異界野小学校の2校を起源とする。1887年に2校が合併して、東成郡鶴橋尋常小学校として創立した。 開港当初の校区は、東成郡小橋、東小橋、木野、伊海屋、岡野五村で、この五村は1889年の町村制施行の際に合併して、鶴京村となった。旧村は鶴橋村の大技となっている。1897年には、大阪市の第一次市域拡庁が実施され、従来の鶴橋村の内大阪鉄道伊勢の地域は、 大阪市に編入されることになった。また隣接していた東成郡天王寺村も大阪鉄道の内側が大阪市に編入され、北東部の飛び地上になった地域が天王寺村から鶴橋村へと編入されることになった。このため、新しい鶴橋村の区域に合わせて皇区が再設定され、大阪市となった地域は皇区から外し、また天王寺村から編入した地域を皇区に、 編入している。地域の市街地下とそれに伴う児童数増加により、1918年には、鶴橋町で2番目の小学校、東成郡鶴橋第二尋常小学校を増設した。鶴橋第二小学校の開校と同時に、従来の鶴橋尋常小学校は鶴橋第一尋常小学校へと改称した。1920年には高等科を併設し、 鶴橋第一尋常高等小学校と称した。1922年には鶴橋第一、鶴橋第二の二校の校区を再編し、東成郡鶴橋第三尋常小学校が分離開校した。さらに1924年にも鶴橋第一、鶴橋第二の二校の校区を再編し、東成郡鶴橋第四尋常小学校が開校している。 鶴橋町は1925年4月1日に大阪市に編入された。これに伴い、大阪市鶴橋第一尋上高等小学校と、称するようになった。大阪市編入後も、地域での児童数増加の傾向は続き、1927年には、鶴橋第一、幾野の両校校区を再編して、大阪市鶴橋第五尋上小学校が開校し、 さらに3年後の1930年にも、鶴橋第一、幾野の両高校区を再編する形で、大阪市幾野第二尋常小学校が開校している。この間の1928年には、地域の小学校に併設されていた高等科を、高等科単独の鶴橋高等小学校に集約することになった。これに伴い従来の鶴橋第一尋常。 高等小学校では高等科を廃止し、鶴橋第一人上小学校となった。なお、鶴橋高等小学校は後に大池国民学校に改称した後、1947年の学生改革で廃止。跡地は新生大阪市立第一中学校に転用されている。1941年の国民学校令により、大阪市鶴橋国民学校に改称した。 太平洋戦争の選挙区悪化の影響で、大阪市など大都市の国民学校児童に対して1944年、学童疎開を実施するよう指示が出された。疎開は児童の援護で行うことを原則としたが、援護のない者は学校から集団疎開に参加することを干渉された。大阪市では、集団疎開先の府県について、各行政区ごとに指定し、 育野区の国民学校には、奈良県への疎開が指示された。鶴橋国民学校の児童は1944年以降、生駒群安土村、昭和村、立田城への疎開を実施している。1947年の学生改革により、大阪市立鶴橋小学校となった。創立記念日は従来は、学校開校日の5月4日としていたが、 祝日法の改正により5月4日が国民の休日となったことに伴い、1988年度より創立記念日を7月6日に変更して実施するようになった。ありがとうございます。